行への羅針盤です。新型コロナウイルスをきっかけに犬や猫などのペットを飼う世帯が増えている一方で、課題になっているのが災害が起きた時の対応です。東日本大震災の被災地で取り組みが進むペットを連れての避難について取材しました。もし災害が起きたら、お家に一番近い避難所に皆さん行かれることになるかと思いますが、そこがペットと一緒に避難しても受け入れてもらえるのかどうか。先月22日、釜石市でペットの防災をテーマにしたイベントが行われました。講師を務めたのは、兵庫県で災害救助犬やセラピードッグの派遣を行う団体に所属する辻本郁美さんです。辻本さんによりますと、ペットと避難をする際、他の避難者やペットとのトラブルを未然に防ぐため、普段からケージなどの狭い空間で過ごすことに慣らすことが大切だといいます。避難所だと、いろんな人がいます。他にも動物がいるかもしれない。そういう場所でも外からの刺激を遮断して、自分だけのスペース、ここは僕のお部屋ですというスペースでリラックスすることができます。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、ペットに癒しを求める人が増えたことで、犬猫ともに新規の飼育頭数が全国的に増えています。県がおととし実施したアンケート調査によりますと、災害時の避難に備え、ペットを入れるケージを準備していると答えた人が4割を超える一方で、およそ3割の人が何もしていないと答えました。飼い主さんとしても一緒に避難するっていう意識を持つ、責任を持って命を守るっていう行動が必要ですし、それと同時に、行政だったりとか、公的な機関でペットとの同行避難をきちんと避難所の中に受け入れる、同伴避難を受け入れるという仕組みも同時に進めていかないと、命を守るっていうことにはどうしてもつながっていかない。今月18日、大槌町で災害を想定し、ペット同行避難所の運営訓練が初めて行われました。おととし、避難者ガイドを出したんですけども、それに設定条件を、受け入れ条件は書いてあるんですけども、それが実効性があるのかっていうところの一つの確認と、あと実際にペットを避難所内に入れた際に、ペットがどういう反応を示すのかっていうのをちょっと確認をしたくて、実際に今回、計画してみました。大槌町はおととし、並行した小学校の体育館を、ペットと一緒に避難する人の専用避難所に指定しました。ケージに慣れていることや、身元を示す名札があること、予防接種を受けているなどの条件を満たした場合に限り避難することができます。とはいえ、実際にペットを連れての訓練は初めてだけに、こんな場面も。わー、ちょっと待って、ダメ、あー、外行っちゃう、わー、ダメ。訓練には近隣の宮古市や釜石市からもペットを連れた飼い主が参加しました。普段からリュックにこの必要なものを詰めては置きますけど、これはもうボロボロなんですけど、本人が一番好きなケージで、小さめなので、これはいつも車に積んでるので。今回参加したペットは全て犬でしたが、ケージに慣れている犬が多かったことや、パーティションを設けたことで周囲の状況が目に入らず、落ち着いて過ごせた様子でした。思ったより落ち着いていて助かります。県内でも避難所でペットを受け入れる動きが広がる中で、飼い主の日頃の備えがますます重要になっています。一方で、ペットを飼っていない人の理解と協力をどう得ていくかが今後の課題です。ペットの防災に関する備えについても、例えば行政のホームページから発信をしていただいたりとか、地域の自主防災組織の人たちとお話をするというところも目指していますし、
本当に直接住民さんとお話をして啓発をするというようなことも必要かなというふうには考えています。ペット同伴の避難をスムーズに行うためには、ペットと飼い主という家庭内の関係性だけでなく、ペットも地域社会の一員なのだという理解のもとでの新たな関係づくりが必要になっています。